作演出の末光健一さんです。末光です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リリー役、内田未来さん。はい、よろしくお願いします。お願いします。その役、浜浦綾乃さん。浜浦綾乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全員デッドボール。だからもっと猫で、ずっと猫で丸めて。で、せーの、バーン。手に取る。手に取る。胸。大切なもん。フレーズが次のフレーズ歌いながら後ろ。で、全員集まってくる。次のフレーズ歌いながら。そこもハモれる。もし行けそうだったら、まだ何か書く。私も忘れないで嘆くにわしの想いと願った保険日の私も忘れないで。はい、はい、OK、 じゃあ、たまごさん。だから、これ、はい、今は、なんとなくだったっけ。また目に留まって、あの、角上で歌いも出るんです。はい、はい、はい。スナック感覚で歌えると思っちゃダメか。なんか全体的に眠いっていう、なんかこういう感じに歌が聞こえるんですよ。ミュージカルコーラスあるあるなんですけど、なんか大人数になったらなんかすごい増えたはずなのになんかテンション下がるなみたいな、なんなのこれみたいなっていうのをちゃんと理解して歌わないと、ここがね、今なんとなくで歌ってる人結構いるんですよ。無限地獄に入っていくので、そこ正しく歌ってみてください。ワン、ツー、スリー、カーワ。カーワのカの位置ちゃんと正確に。ワン、ツー。
いた、いたが、かわいたってなってるんだけど、かわいた。愛してくれますか、しがわかつその日まで。はいはい、タイムベース変えてよ。たつかりだらららって歌う。このまま、ワン、ツー、スリー、フォー、ダウン。だっかだだらららそういうこと、はい、1、2、3、4、1、2愛してくれますか、そういうこと、そういうこと、一回真逆やっていい、上、下、下、はい、1、2、3、4、1、2そう、あなたの胸に違うな、ダダ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 ダ熱量で喋れ。言葉に対する熱量みたいなものは歌ってる時と同じぐらいの熱量欲しい。星の輪たちを見届けるならば、やめて頭がおかしくなる。あれもしないおとぎ話、それを信じろというの。もしもこの世界が終わる時に星の輪たちをとか言ってたじゃん、はい、ああいうとこをリンクさせたい。だから考えるべきことはいろいろあるんだけど、やっぱ歌なんだけど芝居だ。見てください、この。うわ、もう首がね、やばいですよね。
もう最後のシーンに向けての首への負担がすごいんですよ。ずっと首ガーンやってるんで、私もすごい見てます。あれか、ね、マーガレットチャンネル。そうだっけ。前回のビジュアルのやつ全部音声入ってなかったらしくて、だから全カットされてる。なので今回リベンジということで、姫カメラちょっとここでも再始動させていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スコラッシュ来て、ここのコーナー、ここの監督っていうか、まあ、赤ちゃんたちのここら辺に来ようみたいな。間に入る。あ、来たよ。来たよ。色もこれなんですね。設定してるの。パルスちゃんです。頑張ってます、本当に大概。ね、自分の殻破ろうと一生懸命、一生懸命。一周絡みますので、そこもお楽しみに。あーってなってるから。日曜。貧血棒、貧血棒。見て後ろのハマちゃんの顔よ。一緒に。貧血棒。やってくれた。もう一回言って、もう一回言って。なんで決めた？なんであんたやんないのよ。せーの。ピロピロはまゆきのティーチングです。確かにティーチングか。そうね、すごい、もうすごいね、一番なんてね、一番テンションめちゃめちゃすごい。ネタを知らない人は分からない。あ、必死ですよね。ちょっとかまってられない、かまってられない程度にはやばいですね。頑張りましょう。心ふるみたいな。お前起こしただけでそれがないけど。これ見せよう。見せよう。じゃあ、パルスと私のお絵かき。お絵かき。何やってんだよ、パルス。私の携帯のこれも。あ、マーリーゴールドとマーガレットとローズ、私が書きました。ローズが書いてくれました。イエーイ。未来の三つ編み編んでるけど左右で高さが違います。左右でちょっと高さ随分違いますね。これちょっと後ろ見てみましょう。いい絵だね。何歳ですか？17歳です。じゃあおへそ、それおへそ。でもおへそをいじくり回されました。振り付けね、振り付けね、ある曲の、ね、ある曲の、そうそう、レイラが見た。もうてか、あのアレンジがずっとピアノのあの音だったんですけど、それがフルオケになって、もうなんか本当に舞踏会みたいな、ジャラランってついたり、なんかストリングスの音もめっちゃ豪華で、舞踏会感がマジで、マーガレットならではだね。あのなんかポコポコ変わります。ああ、行っちゃいました。ということで、本日の姫カメラここまで。なんかみんなのこの熱量、初日、稽古初日では味わえなかった熱量が、後半に向けてどんどん出てきて、もっとこうしたいっていうリリウムが生まれてきて、それをもっと私たちで表現して、いい作品ができたらなと思います。熱いです。濃い時間を過ごさせていただいております。その再演する意味みたいなものを意識しながら、再演だけど新しいものをお客様にこう提示できるような作品にできればいいなと思っております。助けてもらってます。すごいみんなに助けてもらってます。本番では私は監督生でありますので、あのみんなに頼ってもらえるような存在できるようにお稽古頑張りたいと思います。
最初は林道が何を考えているかいまいちつかめなくて苦戦してたんですけど、クライマックスのシーンでみんなのセリフがで届いた時に生まれてくる感情があったり、林道の人間的な部分を表現していけたらなと思います。スピードが速くて予習復習が毎日やっても追いつかなくて怒られてって毎日で、最初の方きつかった時とかはやっぱ自分が自分でちゃんと用意してないことを分かっちゃってたからきつかったけど、自分のマックスをここに稽古場に持ってこようって気持ちで毎日来れてます。お稽古は楽しいです。ダンスが揃ってたりハモリが綺麗に流れてる時はすごく楽しくて、怪我なく終われたら絶対にいいものはできると思うので、そこを信じて頑張りたいです。あ、でも役者としてなんかちゃんとお客さんの心に残るように演じたいと思うし、なんか3人組カトレアとナスターショーの3人組なんかすごい和やかでよかったねみたいな風にお客さんに届いたら、私はそれで一番十分だなと思う。毎日悔しいです一番の課題はダンスなので、でも今みんなに助けられてやってるので、本番はなんか楽しんで踊れるところまで頑張りたいです。仲がいい残酷な描写もある中で普段の稽古場風景はとても和気あいあいとしてすごく助けになってるし楽しいですやってることが時間がすごいギュって凝縮されてる感じがするから濃いです。もっと長い時間を一緒にいるような感じがするねっていうのをめっちゃ話してますね。小さいところをこう積み重ねて一番最後にこうお客様にがあってなれるようにこうしたいです。マーガレット親友隊 の, あのモンステラちゃんがちょっと残念ながら出れないってことになっちゃって、本人も悔しいだろうし私もすごい悔しいなって思ったので、柳井ちゃんの気持ちも背負って素敵なものをお客様にお出しできるように、あの妥協せず最後まで、末光ちゃんも本当に妥協しないので本番がもう近づいてきてるんだなって実感と、互いに士気を高め合ってすごいいい現場だなって思うし、私的にも毎日日々成長していってる毎日でございます。楽しいです。新しい出会いがたくさんなので、自分の経験を生かして人の皆さんでもなんか力になれたらいいなと思いながら、まずは自分頑張りますっていう感じでやってます。稽古は思ってるより体力と精神力と集中力が必要で、日々日々心が削られてるんですけど、削られれば削られるほど楽しいです、今回こういう形でモンステラ役を務めることになったんですが、レイナちゃんの分までしっかりトランプシリーズのリルームの中でしっかりモンステラとして生き抜きたいと思います。よろしくお願いします。稽古は課題がいっぱいあるので、それをあと残り少ない時間で全部クリアしていけたらいいなって思います。見に来てくださるお客様がみんなが喜んでくれるような作品になるように精一杯頑張ります。カンパニーとしての一体感というか、アドバイスし合ったりとかチーム感というのがちょっとずつ出てきたなというふうに感じています。心も、ね、削れるし、あのエネルギーがとっても必要な作品だなというのを今身をもって感じているんですけど、エネルギーを全員で見つけることができたらものすごく大きな力を持った作品になるんじゃないかなって思っています。